行くわよ。エルズゲート。どう暴れてやる。行くわよ。邪魔をしないで。何が起きたってんだよ。ち、なんてやべえ強さだよ。言ってって多分だけど、葵さんが俺らを一瞬で吹き飛ばしたんだと思う。嘘、こんなの。どうして葵さんがこんなこと。ともかくこれではっきりした。認めたくはないけれど、葵は僕たちの敵なのか。敵？いいえ、私は導きたいだけよ。あなたたちの間違いを正してあげたい。でも君たちは1回目だものね。だから手加減してあげたの。間違いは誰でもあるもの。だから最初の1回は許してあげる。でないと何が悪かったのか何
何が間違っていたのか気づくこともできないものね。でもこれで分かったでしょ。2回目は絶対に許されないってことも。いい、もう一度自分勝手なことをしたら本気を出すからね。私が導く平和に私の邪魔をする悪い子はいらないのよ。こんな葵さん嫌、正気に戻ってお願い。あら、ミユちゃん何か言った？それって2回目になっちゃうけど。バカやめろ、黙っとけ。そう、そんな感じ。兄弟だって仲良くが一番。わかるでしょ？調和と規律が大事なのよ。静かになったわね、いい子たち。さて、もう行かなきゃ。感じるのよ、力を。あいつはすぐそばにいるわ。サキさんを殺したあいつらが。消えた。なんだあれって。僕にわかるもんか。けどこのままにしておいたら絶対にヤバいことだけはわかる。葵さんはどこに行っちゃったの？おそらく絶大な力を手に入れるために主の元に向かったんだと思う。主がどこにいるかわかるのか？そういえばレナモンはミユキがいるところも知ってるって言ってたよね。ああ、神社だ。あそこの祠の地下に主とミユキはいる。まずいな、あの口ぶりだと葵くんはミユキくんともども奴を倒すつもりだぞ。ミユキともどもって、それってつまり俺たちは元の世界に戻れなくなるってことか？嘘、こうしちゃいられねえ。すぐにプルートモンを追わねえと。いよいよ最後の戦いになるかもしれないね。ああ、ミユキを助け出せるかどうかもフルートモンを止められるかどうかにかかってる。ねえ、ジジモたちはどうするの？このまま放ってはおけないよ。そうよね、一度校舎に戻って体制を整えたらどうかしら。ああ、そうした方がいいかもしれん。少し気持ちの整理も必要だろうしな。チビどもの様子も見といた方がいいだろうしな。うん、タクマもそれでいいよね。ああ、そうしよう。まさかあの子がラブラモンと融合しプルートモンとなっていようとは。僕たちも本当に驚いてしまって。うち今でも信じられないよ、葵さんがあんな風になっちゃったなんて。だよな、
世界を一つにするとか、間違いを正して導くとか、わけわかんないこと言い出すし。あいつ、サキを助けられなかったこと、サキが最後の瞬間に自分で手を離したこと、すげえ気に病んでてさ。俺、サキがどんな気持ちで手を離したか分かってやれよなんて言っちまったけど、そういうお互いを思い合ってるからすれ違うみたいな、そんな状況が苦しくて、やっぱサキを失ったことを受け入れられなくて、ああなっちまったのかも。結局俺は葵の苦しみを理解なんてしてやれなかったんだ。お兄ちゃん、葵さんは人間も獣もみんな一つになって同じ気持ちを共有するんだって、そう言ってたよね。俺たちいつも勝手ばっかりして葵さんに怒られてたからな。本当はそういうのずっとずっと嫌だったのかな。俺はそうは思わない。確かに葵は協調性に固執するところもあったが、ミノルたちを疎んじていたわけではないはずだ。僕もそう思うよ。葵はいつも僕らを心配してくれてたんだ。うん、それに今だって僕らや世界のことを心配してることには変わりないんだと思う。そう言われりゃそうなのかもな。選ぼうとしてる道が過激なだけなのよね、きっと。だが葵の導き出した答えを肯定することも、これからやろうとしていることを見逃すこともできない。いや、するわけにはいかない。もちろんだよ。何としてでも葵さんを止めないと。うん、みんなで葵のところに。で、アグモン、まさか今の音。なんか僕お腹空いちゃったみたい。そういや俺も葵さんを探し回ってる間何も食ってなかったしな。ならば今のうちに食事をしていったらどうじゃ。さあ、すっか、腹が減ってちゃ戦えるもんも戦えねえしな。そんな時間はと言いたいところだが、今のうちに英気を養った方がいいのは私も同意見だ。元より教授春も同じ考えだったようだしな。みんな空腹だろうと思ってね、大したものはできないが簡単な食事を用意してみたよ。うわはは、ご飯だ。え、いつの間に。実を言うと、君たちが葵くんを探しに行っているのをここで待つ間、私も何かできないかと準備を進めていてね。そうだったんですか。全然気づかなかった。私は君たちを頼ってばかりだからね、せめてこれくらいのことはしたかったんだ。葵くんの料理には到底及ばないが、とにかくみんな席について食べてくれ。よし、みんなとっとと食って力をつけて葵を追いかけようぜ。いやいや、とっととって最後の食事なんだしゆっくりで。そっか、これがここで食う最後の食事なんだな。ミュウ、お前は育ち盛りだからな、俺の分分けてやるからいっぱい食え。ちょっとそんなこと言って苦手なおかずこっちにやらないでよ。